ファミコン全ソフト実況、どうもタブヤンです。今回はダッシュ野郎プレイしてみたいと思います。早速スタートしながら説明しましょう。1990年のビスコさんのレースゲームですね。早速スタートしました。スタートしながら、あっと、もっと難しい、こちら全6面ですね。クリア条件全6面クリア、ガソリンスタンド、これ一発当たったらスタートからなんですよね。で、10位以内で、このバイクの性能がアップするらしいですよ。過去にね、無言動画で5分ぐらいプレイしたぐらいですかね。ヘリコプター、あー、なんかアイテム落としてくれるみたいです。あー、なんか何これ、ツーリングになった、すごい。500点、おっとー、やられてしまいました最初から50位から、上下でね、これ加速、上を押したら加速、下を押したら減速ですね。もう A ボタン押しっぱなしでいいね。あと B ボタンブレーキだけど、今んとこまだ1回も踏んでません。で、左上にこのガソリンマークが出たら、あの GS ガソリンスタンドが出るみたいですね。ただどうなんだろうね、これこんなに、おっと危ない。ガソリンは気にしないでもいいよね、今んとこはね。さあ、さっきの、あ、ヘリコプター来た、ヘリコプター、アイテムくれ、アイテム、さっきの、あ、ガソリンくれた。ツーリング、毎回違うんだね、アイテムね。危ない、500点取って意味あるのかなおー、後ろからなんか来てる、怖い。なんか思いっきりこうジッピーレースに似てるよね。ジッピーレース感がすごいよな。スピード感はまあまあまあ、おっと危ない。一番の難敵はこれ、1回当たったらもうゲームオーバーっていうか、あのアウトっていうね、アイテムもらってから、おー、トリプルうわ、何、危ない。え、電車走ってんの、路面電車走ってんの面白い、路面電車、え、戦車今の危ない、あ、一人いなくなった。ガソリンを補給しないと、危ない、ガソリン補給、いや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 、どうなってんのこれ。いや、31位、え、10位以内は無理だよねこれゴールまでの距離は、あの一番下の青いやつかな、ジャンプ、え、騙された、今何、ジャンプしてはいけなかったの、トラックにトラックの荷台に、また最初からかサクサクいくか。50位から始まってんだよね。まあ1面で10位以内はちょっと厳しいよなこれ。危ない、これ上ボタン押さない方がいいよな。だって一発アウトっていうのがね、ジッピーレースばっかり言ってあれですけど、ジッピーレースだと途中からまた再開できるんですよね、一気やられてね。危ない、あ、ヘリコプターガソリンは途中補給すればいいから。危ねえ、反射神経というか、怖いな、一発当たったらアウトっていうのが怖いよね。あとジャンプはしない方がいいっていうのが分かったよね、さっきのでね。うお、怖い、思いっきり敵もなんか一発アウトでみんなやられていくもんね。ガソリンはまだあるね、そんなに、あ、ジャンプしない方がいいよね。後ろからも来る、あ、ヘリ、ゆっくり、あ、後ろから、あ、ガソリン補給したのか今、オッケー。なんかピロリロって言ってんのがこれあれかな、戦車の、うー、怖いよー、あれか、これな、覚えゲーかもね。あ、これ右左どっち来るんだ、戦車、
ガソリンスタンド入った方が良かったのか今。あ、入っとくか。いや、これスタートが怖い、スタートが怖い、スタートが怖い。どこ、いつで、いつスタート。よし、ガソリン補給したよ。もうゴールでいいんじゃないの。弾も一面クリアさせてくれ。あ、さっきやられたあのジャンプのとこだね、これ。おー、何とった、嘘でしょ、これ怖い怖い怖い。無理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 。あ、ヘリコプター、いや、ヘリなんか落としてくれ。ターボ、あ、ゴールー、16位。いや、もう普通に走ってたら順位は上がっていくよね。やったぜ、一面クリアです。さあ、全6面いけるんでしょうか。改めてクリア条件、全6面クリアする。まあ、左に書いてあるからね。行こう。え、嘘でしょ、また50位から。あ、ちょっとスピードアップしてんのかな。いや、逆にスピードアップしないでほしいよな。オイルがめちゃくちゃ、なんか道路のメンテナンスの人はいないのか。何これ、ワンナップ、今のワンナップっぽいね、撮ったの。ちょっとスピード上げる。敵がいるときはスピード上げて、いやー、ジャンプか。いやー、何それ。いや、無理ゲーじゃない、今の。何、どういうこと。え、思いっきりスピード上げないと無理ってことか、今。後ろから後ろからトラックって何よ。このパワーアップアイテムも、あ、いやいや、取れないところに置かないでよ。ここスピード上げていかないと無理だね。あ、バイクにぶつかった、くそー。まあ、この辺りでもうね、無言動画の時はやられたんでしょうね。自己最高目指します。これアイテムくれ。よし、ワンナップかな、今の。よくわかんないけど。さあ、これバイク避けて、あんまり襲ってきたりゃ。いやー、何それ。あの場所難関だね。とりあえずジャンプしないとダメだね。ジャンプして、上ボタン押しながらジャンプして、スピードアップしないとダメだ。もう体で覚えるしかねえな、これは。おー、仲間増えたよ。あ、踏みつけてくれんの。あ、いいね、強いね。あ、これいい。よし、飛んだ。追いかけて、嘘でしょ。いや、ずっと上押してますよ。いや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 、無理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 。いやいや、無理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 。何これ、スピード落としたらもう終わりなんでしょこれ。いやいや、何これ、面白い。左のやつ守ってくれ。右のやつやられちゃった。あ、ちょっと触れてしまったか。まあ、そういうことなんだろうね。いや、2面目でこれ難易度高くない。いや、これもう一回、またあの仲間欲しいな。ヘリコプターさん、仲間くれ。今のはなんだ、わかんないんだよな。ワンナップになってないから違うね。さあ、ここ上ボタンを押したまま。いやー、難しい。以上、ダッシュ野郎でした。やっぱりコンパクトに収まりますね。2人プレイしたら同時プレイとかないのかな。あ、違うみたいだね。またこっからか。いやー、2面目ちょっと勝負したいね。リセット、リベンジしたいと思います。いやー、なんとかまた1面クリアできました。さあ、ラスト勝負いくか。さあ、あの2名、これなんか仲間釣れたんだけど、アイテム持っててもまた最初からなんだね。なんか一面の続きでやらさせてほしいよね。また50位からってどういうこと。別のレースに出てるっていうことか、これ。さあ、ポイントはこの左右の十字ボタンのね。危ない、ここ。あー、勢い足りなかったのか、ジャンプで。とにかくもうこの2面は上ボ
タンずっと押してないとダメだね。もう最初この辺からもうスピードに慣れておいて行った方がいいね。ああ取れなかった。ここからもうスピードに慣れといて、で一気にもう右側飛ぶ、飛んでこっからはもうずっと上ボタンを押しながら左右ボタン、おーおお怖い怖い、これ追いかけられながら敵をかわしながら狭いとこ左右、そんなに襲ってこないからね敵も、そんなに、よし広くなったチャンス、いや最高速度でも押しか突っかけてくんの、でも新しいとこまで行ったねラスト3機か、いやこれは頑張りたい。2面の向こう側をみんなに、皆さんにお見せしたいよねこれ。アイテム OK、 何のアイテムか分かってないけど、さあ行こう。 B ボタンでなんかマッハライダーみたいにロケットランチャー出したいよなこれ。左右、最低限の左右の動きね、これ十字ボタンが難しいんですよね操作がね。よし、で広くなったら左右どっちかに避ける感じだよね。トラックが追い抜いていくはずだから、よし追い抜いていけよ。よしよしよし、スピード下げて OK、 来た来た来た、なんだこれ無敵かな、あ無敵っぽいな、無敵っぽいけどな、ガソリンスタンド欲しいね。よしガソリンも補給、めっちゃ止まってるけど車大丈夫、え無敵は どこまで続くんだろういやもうクリアでいいんじゃない、あでも真ん中全然、あまたこれか地獄始まった、あでも無敵だ、いやもう全然無敵じゃんあ無敵終わった、ひどい無敵の終わるタイミングよまた最初からかいやこのゲーム、チェックポイントっていうかね、やられたとこからスタートだったらこうゲームとしてね名作なんじゃないかな。惜しいよね、またいで面の最初からっていうのがきついよなこれそれ以外は概ね楽しんでおります広くなったらもう避けるのはもう最低限で、よし広くなったら避ける避ける、左右に避ける、あとスピード落とす OK、 でこれでスピード落として後ろからも気をつけて、あガソリンも満タンだったからガソリンいらない、いやこれ避けんの難しいよ、さっきは無敵だったからねラスト1機、いや鬼だ、1面より難しい当たり前だけど、いやこれ全6面、あオイルはそんな滑るだけなんだ、ちょっとぐらい滑っても大丈夫だねこれ、ほら自分からぶつかったけど、いやこれやりごたえのあるゲームですね、うんやり込み要素あるよ、なかなかこれ初見ではクリアできないね、それぐらいの難易度の方がね子供たちにはちょうど良かったのかもダッシュ野郎と呼ばれたいっていうねなんかこのゲーム全6面2周するとダッシュ野郎と呼ばれるらしいですよそれがもうクリア目標、あターボ来た、一番左に行っといたらいいんじゃないのこれ、うわー、いや車のね駐車場が右にあるから左端しとくっていうのは正解なんだろうね。いかがだったでしょうか皆さん。ビスコさんのレースゲームダッシュ野郎1990年、楽しかったですね。それではまた次のファミコン全ソフト実況レースゲームでお会いしましょう。さよなら、またねー。